こんにちは、太郎です。今回は切り絵オンデマンドでどのように写真やイラストのデータを切り絵のデザインに変換しているかをご紹介したいと思います。切り絵オンデマンドはこんな風に画像ファイルをアップロードすると切り絵のデザインを作成してくれるサイトです。まだ使ったことがない方はぜひ一度お手元のファイルを何でもいいのでアップロードしてみて、どんな結果になるか試してみてください。こんな風に写真が切り絵になります。実際にカットするとこんな感じです。はい、それでは順番に見ていきましょう。このような画像データで作る場合を考えます。まず最初にやるのはグレースケールの画像への変換です。色をなくして白、灰色、黒の画像に変換します。そして今度はこれを白と黒の2色だけのモノクロ画像に変換します。左側のようなものを白黒写真と呼ぶ場合もありますが、実際には灰色も使っています。コンピューターでこういうグレースケールの画像を扱う場合、真っ白から真っ黒までのグラデーションを256色で表現します。白と黒の本当に2色だけを使った画像と比べると全然違いますね。ということでこの変換で元の絵の特徴が大きく失われることになります。この変換のパラメータをどのように調整するのかが切り絵のデザインを作成する際に最も重要なポイントとなります。切り絵オンデマンドではこのように複数の候補を出して選んでもらえるようにしています。その次は離れたパーツを線で結んでつなげます。細かいパーツがバラバラになってしまうのを防ぐためです。例えばこの星の部分が外側と線でつなげられているのが分かりますね。さらにただつなげるだけだと強度の観点で不安があるので、必要に応じて補強のための線も追加しています。この星の部分は上か下かどちらかだけつながっていればいいのですが、片方だけだと切り絵を持ち上げた時に安定しないので、補強のために線が2本引かれています。さらに詳しく言うと、この際に細かすぎる点の除去も行っています。あまり細かい点は無視してしまった方がすっきりとした印象になります。最後に白と黒の点の集まりだったデータをカットするための線のデータに変換します。このように白と黒の境目をなぞったデータに変換するわけです。こうすることでレーザー加工機の入力データとして使えるようになります。レーザー加工機はこの線の通りに紙をカットしてくれます。またこの際に線ができるだけ滑らかになるような調整も施しています。白と黒の2色だけのデータは斜めの線が階段状のギザギザになっていますが、右側の方では少し滑らかになっているのがわかると思います。こうすることで手作業で切り絵を作る場合のデザインとしても使いやすくなっていると思います。まとめると処理の流れはこのようになっています。重要なポイントはこちらです。まずグレースケールと白黒2色の画像は違うものだということ、そして白黒2色に変換する方法は一つではないということです。ここの調整が候補の中から良さそうなものを選ぶことでできるのが切り絵オンデマンドの特徴です。そして離れた部分をつなげるために線が追加されるということ、最後に点の集まりのデータを線のデータに変換する処理が行われているということです。このような画像処理の仕組みを意識しなくても切り絵が作れるようにと考えて作ったのが切り絵オンデマンドなのですが、やはりある程度は把握した上で使っていただいた方が良い作品を作りやすくなるのではないかなと思います。これを踏まえた上で切り絵オンデマンドを使う際に次のような点に気をつけていただければと思います。まずは何といっても元の画像の選び方が重要だという点です。例えば紅葉で赤や黄色に色づく山を遠くから撮った写真などはグレースケールにすると緑の山と区別がつかなくなります。紅葉を表現したければもみじの葉っぱを葉っぱの形がわかるくらい近くで撮影した写真を使った方が良いでしょう。またステップ3の
離れた部分をつなげる線が追加されることにも注意していただきたいです。離れた部分をつなげる線は元の円にない部分なので増えると邪魔になります。線を減らす一つの方法は写真をトリミングして被写体が枠いっぱいになるようにすることです。こうすることで被写体と外枠とを結ぶ線がいらなくなります。また絵によっては白い紙で作った方が離れた部分をつなげる線が減ることもあります。今回の動画はここまでです。その他の切り絵のデザインを作成する際に気をつけた方がいいポイントなどは今後さまざまな実例でご紹介していきたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。